皆さん、こんにちは。未来予想2045へようこそ。私たちの YouTube チャンネルにお越しいただき、ありがとうございます。地球外知的生命体により、拉致をされ、体を調べられ、アブダクションされたという話がいろんな場所であるようです。では、なぜ地球外知的生命体が人々の体を調べる必要があるのかを考えてみます。2045年という未来の世界を想像してみてください。技術の進歩が著しく、私たちの生活は大きく変化しています。このチャンネルでは、未来のトレンドや予測、革新的なテクノロジーについてお届けします。地球は、数多の地球外知的生命体の干渉を受けていることは、一般的ではないとしても、そういった話は、まことしやかに囁かれています。今回は下記の内容を考察していきます。異文化の交流。異文化の交流が地球外知的生命体による拉致を通じて行われると仮定すると、様々な興味深い要素が生まれるでしょう。まず、異性生命体との出会いは地球文化にとって未知の冒険であり、異なる視点と新しい知識をもたらす可能性があります。この異文化の交流がもたらす最初の重要な要素は、技術や科学における進歩です。異性生命体が持つ技術や知識は、地球の科学者やエンジニアにとって無限の可能性を開くでしょう。新たなエネルギー源、医療技術、通信手段などの分野での進歩が期待されます。これにより、地球社会全体に革新がもたらされ、生活の質が向上するかもしれません。異文化の交流は、地球人の哲学や思考のパラダイムを大きく揺さぶるでしょう。異性生命体が持つ異なる価値観や道徳観は、地球人にとっては理解しにくいかもしれませんが、同時に新しい視点を提供することで、個々の考え方や行動に影響を与えるでしょう。これは、文化的な多様性が拡大し、異なる社会が共存する可能性を示唆します。異文化の交流は教育においても、大きな変革をもたらすでしょう。地球人が異性生命体と交流することで、新たな学問領域が開発され、異性の言語や文化を学ぶことが求められるでしょう。これにより、地球の教育制度は多元化し、異文化への理解が深まるでしょう。一方で、異文化の交流は倫理的な問題を引き起こす可能性があります。地球人が異性生命体によって拉致され、同意なくして身体的な調査を受ける状況は、人権侵害や個人の尊厳に対する重大な問題となります。これに対処するためには、異文化の交流において、倫理的なルールや合意が確立される必要があります。科学的発展。異性の知的生命体による地球人の拉致と科学的な調査が行われるシナリオにおいて、科学的発展には様々な興味深い側面が存在します。この異性生命体による身体的な調査が地球の医学や生物学に与える影響は、未知の生物学的な構造や機能に対する理解の向上という点から考察されます。まず、異性生命体による科学的な調査は、生物学において新たな知見を提供する可能性があります。異性生命体が持つ生物学的特性や機能は、地球の生物学者たちにとって未知の領域であるため、これを解明することで新しい生物学的原則が明らかになるでしょう。例えば、異性生命体の細胞構造や代謝プロセスに関する研究は、地球の生命体における基本的な生命のメカニズムについての理解を深める手がかりとなります。また、異性生命体の遺伝子構造や遺伝子発現の解析は、遺伝学や進化生物学において新たな洞察をもたらすでしょう。異性生命体が持つ遺伝子情報は、地球上の生命体との比較によって共通点や相違点が明らかになり、生命の進化に関する理論が発展する可能性があります。このような研究は、
生命の多様性や共通性に関する我々の知識を豊かにするでしょう。さらに異性生命体の身体的な構造や機能に関する情報は医学の分野において画期的な進歩をもたらす可能性があります。異性生命体が持つ独自の生理学や免疫学についての知識は新しい治療法や医薬品の開発に応用されるかもしれません。異性生命体の生体反応や治癒能力に関する研究は地球上の疾患や障害に対する新しいアプローチを提示する可能性があります。ただしこのような科学的な発展が期待される一方で倫理的な問題も浮かび上がります。異性生命体による地球人の身体的な調査は個人の同意なしに行われることが多いため倫理的な配慮と法的な規制が必要です。研究が進むにつれて異性生命体とのコミュニケーションや協力の手段が確立され、科学的な発展と倫理的な側面の調和が図られるべきです。倫理的な問題。異性の知的生命体による地球人の拉致と身体的な調査が行われる状況において倫理的な問題が複雑かつ重大なものとなります。このシナリオでは異文化の交流が個人の同意なしに行われ、個人の尊厳や人権に対する基本的な原則が侵害される可能性があります。まず異性生命体による身体的な調査が同意なしに行われる場合、個人の自己決定権が無視され人権侵害が生じます。個人が自らの体に関する決定を下すことは現代社会において基本的な権利と考えられています。異性生命体による拉致と調査が強制的に行われることで被験者は自己決定の機会を奪われ、その結果として生じる身体的精神的な影響に対する不安や苦痛が生まれます。また異性生命体との交流におけるコミュニケーションの不足が倫理的な問題を深刻化させます。地球人と異性生命体の言語や文化が異なる場合、十分な情報伝達や相互理解が難しいため被験者の状況や目的が不明瞭となります。これにより倫理的な取り決めや同意が適切に行われないまま調査が進む可能性があります。さらに異性生命体による調査が地球の研究慣行や倫理規範に適合しているかどうかも問題となります。地球の医学や生物学などの研究には倫理的なガイドラインが存在し、被験者の権利や安全性が保護されるようになっています。しかし異性生命体との交流においては異なる研究慣行や倫理規範が適用される可能性があり、これによって地球の標準から逸脱することが懸念されます。このような倫理的な問題に対処するためには透明性のあるコミュニケーションと明確な倫理規範が必要です。異性生命体と地球人とのコミュニケーションが確立され、倫理的な問題が浮き彫りになった場合には即座に対処するための枠組みが整備されるべきです。また異性生命体との交流が継続される場合には地球の標準に合致した倫理規範が共有され合意が形成されるべきです。政治的影響。地球外知的生命体による地球人の拉致と身体的な調査が行われる場合、それは政治的な影響をもたらすでしょう。異性生命体との接触が国際政治に及ぼす影響は深遠であり、力関係や同盟構造に変化をもたらす可能性があります。まず異性生命体との交流が公になると、それは国家間の力関係に影響を与えるでしょう。異性生命体とのコミュニケーションや協力が成立すると、それを通じて得られる技術や情報が国家の軍事力や経済力に直結する可能性があります。これにより異性との交流を通じて優位に立つ国家が新たな国際的なリーダーシップを確立するかもしれません。異性生命体との接触が進むと新たな同盟関係が形成される可能性があります。地球外生命体との交流を通じて共通の利益や脅威に対する共感が生まれ、
国家同士が新しい同盟関係を構築することが考えられます。これにより地球の国際的な連携や協力体制が再構築され、新たな地政学的なバランスが生まれるでしょう。一方で異星生命体との交流が国際的な緊張を引き起こす可能性もあります。異星生命体との技術や情報の共有が制限され、一部の国家が他国に対して優位に立とうとする動きが生じるかもしれません。これにより地球全体の平和や安定に影響を与え、対立や紛争の可能性が高まります。異星生命体の存在が明らかになると、それに対する異なる国家の反応や政策も注目されます。一部の国家は異星生命体と友好的な関係を築こうとする一方で、他の国家は異星の存在に対して懐疑的であったり、敵対的な姿勢を取る可能性があります。これが国際的な緊張を引き起こし、外交的な対立が発生するかもしれません。また異星生命体との接触が地球上の国内政治にも影響を与えることが考えられます。異星生命体の存在や技術は国内の政治家や政府の手中にある情報として利用される可能性があります。これが政治的なプロパガンダや国内の政治的な対立を引き起こすことがあり、社会全体に大きな影響を及ぼすでしょう。文化的影響。異星の知的生命体による地球人の拉致と身体的な調査が行われる場合、これは文化的な影響を生むでしょう。異星生命体との接触は宗教、哲学、芸術などの文化的な側面に多岐にわたる影響を及ぼす可能性があります。異星生命体との出会いは地球文化において新たな視点や信念体系が生まれるきっかけとなるでしょう。異星生命体が持つ独自の宗教や哲学、道徳観は地球人にとっては理解が難しいかもしれませんが、同時に新しいアイデンティティや価値観をもたらすでしょう。これにより地球の宗教や哲学が豊かさを増し、異なる文化が共存する可能性があります。文化的な交流が進むことで、芸術や創造性においても新しい波及が生まれるでしょう。異星の生命体との交流を通じて得られるインスピレーションや異質な美学は、地球の芸術家や文化クリエイターに影響を与え、新しい芸術表現や文学作品が生み出される可能性があります。これは文化の進化と豊かさに寄与するでしょう。異星文化と地球文化の接触は言語やコミュニケーションにおいても新たな挑戦をもたらすでしょう。異星生命体との異文化コミュニケーションが成り立つようになると、地球上の言語学やコミュニケーション学が進化し、異なる言語やコミュニケーション手段が発展するかもしれません。これにより新たな国際語やコミュニケーションの手段が生まれ、地球の言語環境が多様化する可能性があります。一方で異星生命体との文化的な交流が誤解や摩擦を引き起こす可能性もあります。異星文化の理解が難しい場合、地球文化との摩擦や誤解が生じ、対立が生まれる可能性があります。これは宗教や価値観の相違、文化的な矛盾が原因となり、交流が進む中で調整が求められるでしょう。また異星生命体との文化的な交流が地球の伝統や歴史にどのような影響を与えるかも注目されます。異星文化の導入が進むことで、地球の歴史や伝統が変容し、新たな文化的なアイデンティティが形成される可能性があります。伊藤拉致、人体の検査。異星の知的生命体による地球人の拉致と身体的な調査が行われる場合、それは科学的、政治的、倫理的、文化的な様々な側面で深刻な問題を引き起こす可能性があります。このシナリオにおいて、異星との接触が地球社会に与える影響は複雑かつ広範で、その結果が未知の未来にどのようにつながるかは明確ではありません。科学的には
異星生命体による身体的な調査が進むことで、地球の医学や生物学に新たな知見をもたらす可能性があります。異星生命体が持つ技術や生物学的特性の理解は、地球の科学と技術の進化に寄与するかもしれません。ただし、倫理的な問題も浮かび上がります。被験者の同意なしに行われる調査は、個人の尊厳や人権に対する侵害となり、慎重な取り扱いが必要です。政治的には、異性との接触が国際政治に影響を与え、新たな同盟や対立が生まれる可能性があります。異性の技術や情報が国家の力関係に影響を及ぼし、新しい国際秩序が形成される可能性があります。同時に、異性の存在に対する異なる国家の反応や政策が、地球上の政治的な複雑性を増加させるでしょう。倫理的には、同意なしに行われる身体的な調査が個人の権利に対する侵害となり、地球社会全体に倫理規範の再評価が求められるでしょう。異星生命体とのコミュニケーションや協力の手段を確立し、異文化の尊重が前提となるような倫理的な指針が必要です。文化的には、異星の存在が地球文化に与える影響は大きい。新しい宗教や哲学、芸術表現が生まれ、文化的な多様性が拡大する可能性があります。ただし、異なる文化間の誤解や対立も考えられ、異性との交流においては、異文化コミュニケーションの重要性が強調されます。総じて、異性の知的生命体との接触がもたらす影響は多岐にわたり、科学的な進歩とともに倫理的、政治的、文化的な挑戦に直面します。異性との交流が進展する中で、透明性と国際的な協力が求められ、地球社会全体がこれらの課題に対処するための枠組みを整備する必要があります。皆さん、今回の未来予想2045はいかがでしたか？私たちのチャンネルをご視聴いただき、本当にありがとうございました。未来の可能性について一緒に考え、語り合うことができたことを嬉しく思います。これからも未来予想2045は最新の情報と予測を提供し、皆さんと共に未来を明るく希望に満ちたものにしていきたいと思っています。引き続き未来予想2045の応援をお願いします。少しでも未来予想2045に興味を持っていただいたら、ぜひグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。最後までご視聴していただいて、とても嬉しいです。ありがとうございました。